よし、さあ今日も、はい、やっていきましょう。はい。今日はですね、タイトルにもある通り、あの、き、まあ昨日の話なんですけどね、まあネオがピッチャーで、まあ大事な場面でね、な投げて、打たれて、あの、まあなんかね、なんか嵐一平が出してる動画、なんかみんな可哀想や、可哀想やとか,か言ってましたけど、ぶっちゃけい何が可哀想なのかね、もうほんまわからないです。はい。あの、ネオって一回そもそも野手組になってるんですよ。 はい、で野手クビになって、あの、ピッチャーの才能があるから、あの、ピッチャーとしてもやらしてもらってるっていう立場なんやね、今。で、その中でもうなんかまあ、ネオ野手で起用しろとか、ショートで起用しろとか言うやつはもうマジロンガやけど、もうほんまに、ね、ピッチャーとして今、まああの、大事な場面でほんまに投げさせてもらえるようになって、でまあ昨日失敗したわけよ。 で、昨日失敗して、まあ、あの、確かに可哀想やなっていう気持ちは分かるけど、そのなんか、あの、失敗した選手に対して、ほんまにその可哀想や。だから、辰波が、竜波監督が悪いんやっていう、そういう風潮はマジでおかしいと思うんですよ、ほんまに。ね。あの、そういうわけの分からん風潮が、あの、まあ、今ね、高橋周平とか京田とか、そういう選手を作り上げるんですよ。そういう甘い意見が。ね。ほんまにそういうファンの、そういうね、い、あのー、 まあ言葉って、ほ、うんまに、まあネオとかもほんまに、あの、すごいまあマスコミとかにも持ち上げられて、まあ、過保護なね、扱いになってるけど、もうなんかそういう過保護な選手がね、活躍したの見たことないよな。なんかもうほんまにこれからね、うまい、あの、うまいこといかずに、斎藤佑樹みたいな路線になっていくのがなんかもうなんか目に見えてくるから、もうほんまに、それは多数が悪いんじゃなくて、その、 このね、10年間永遠に弱いチームを作り上げてきたファンにも責任があるわけだから、そこはもうしっかり厳しい目で見ていかんと、まあ、ほんまにネオはね、一回首になってるんですよ。ほんまあ、ネオがね、ほんショートして、あの、起用されへんのかかわいそうかわいそうとかいうファン言ってるけど、ほんとじゃあ、去年岡林は、あの、割れて、ある程度ね、あの、今年こんだけ成績残せる選手だってことは、去年もある程度やれたわけやんか。 それでもね、あの、気をし、し、し、しやんかった、あの、ヨダっていう監督は、ま、どうなってんのかっていうことやし、もうそれこそ岡林去年可愛そうやったなって俺思うし、150打席ね、ネオは去年当たられて、ま、1割5分やったわけですよ。もうそれが結果なんよ。うん。で、今年も、あの、ある程度ね、大体成績は残してたけど、やっぱ打ち方とか、もうなんか、そういうのを見てて、ま、対戦しやんなって思ったから、ある程度の、その、切り方で、ピッチャーに、ま、やらせてもらってるわけやんか。はい。 そこに対してね、もう今い、いつもいつもね、グダ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 言ってる場合じゃないんですよね、ほんまに。まなんかそういうファンを見てるのんだから、情けなく思います、僕、うん、は。はい。じゃ今日も、はい、ご視聴ありがとうございました。